今度は究極のブーストアップ編です。まずはファンスピードの後期5型ブーストアップ仕様としてノーマルの速さを限界まで追求したマシン。ライトチューンからさらに踏み込み、エンジン本体とタービン以外はほぼ手が入れられ、純正ロムチューンで制御、足回りもサーキットを強く意識した仕上がりになっている。ブーストアップ FE つくば最速の座を狙うマシンはドリドリがインプレッション。これ乗りやすいね。これいい車だ。軽く動くな車が。ハンドリングに対するドリドリの評価はいい感じ。エンジンもいいな。乗りやすい。ちょっと柔らかいかなっていうぐらいかな。後ろがね、後ろにこうちょっと体重乗っちゃうような体重コーナーのところはね、あとはね、すんごい乗りやすい。続いては藤田エンジニアリングの前期1型ブーストアップマシン。サーキットでは後期型を追い回す速さを持っている。エンジン関係は一通り手が入れられていて、パワー FC で制御されている。足回りはサーキットからストリートまでこなせる仕様だ。さあ13年前の FD ブーストアップ仕様はどうか。ドリドリお願いします。そんなにパワーがあるってほどじゃないんだけど乗りやすい。足がいい足だこれ。 F が甘いけど、この車のデフは前期ノーマルのビスカスだから立ち上がりはちょっと辛いかな。乗りやすいよこれ。すごく穏やかな足をしてる。高速コーナーの進入で怖さがないね。リアウィングは相当効いてるこれ。結構あんな強いからね。タイムアタックではこういう弱アンダーの方がいいだろうね。安心、快適、飛ばせる FD って感じ。どうでしたこの2台乗って。いや、あのね、はい、こっちの方はパワーがある。すごい速かったですね、うん、これね、うん、パーンって、パーンって、富士山のはね、はい、こうなんかあれどうしたのかなっていう、なんかノーマルプラスアルファぐらいのパワー、うん、だけどなんでこれパンスピードの方がパワーが出てるんですかね。タービンが古いんですよ。タービンエンジンがそのままなんですよ。え、そのパワーの違いは大きいと思います。これであのファンスピードさんの方はノーマルコンピューターのロム書き換えっていうのは、そのメリットは何ですか。はい、まずセンサーとか純正のを全部活かしてるんで、純正でまずあのメーカーでとか出してるテスターとか全部全てにおいて使えるんですよ。だからすぐにそういう何か悪いところフィードバックしてるものを瞬時に判断できるのはそこら辺にあるのもあります。なるほど。これは前期型で後期型に近いタイムを出せるっていうふうにしていくにはどういうことを知ってたらいい。まあとりあえずエンジンオーバーホールしてタービンのリフレッシュ。リフレッシュ、はい。あとはタービン新品ってこと。そうですね。それとあとはまあボディがもう弱ってますからね、その辺でもタイムには相当影響すると思います。ってことはだよ、やっぱコンピューターとかエンジンとか冷却の考えると熱だれとかってやっぱ後期の方がいいじゃないですかね。当然、ね、うん、速さを求めるなら後期でしょ。後期どうなんですかね。まあそれはノーマルの場合なんで、これぐらいいじってやれば前期も後期もそんな変わらないですよ、熱だれに対しては。あ、なるほど。ただもうやっぱ元々が思うにもう早いですよ、後期は早いです、ね、ノーマルで元が早い。元が早い全然。なるほど。ノーマルのコンピューターでも早いですよ元々が。話にならないぐらい。話にならない。そこまで言うかい。言いますね俺は。あ、ということでした。はいはい。まあ前期であれば1型はちょっと古すぎるんで、まあ、2型の終わり3型あたりで150、170ぐらいの程度のいい車を買った方が走るためには身のためかなと。お金のある人は最終型買いましょう。全然早いです。はい。本当にお金なくて1型買う人もやっぱりお金かかっちゃうんで、それだったら3型最低でも。はい。 FD の速さをライバルに証明できるか、つくばブーストアップ最速戦。1番グリッドはゼロスポーツインプレッサ。
ノーマルでも速さを見せるインプレッサのブーストアップなだけに要注目。担当ドライバーは新インプレッサ乗りランダー。ブロックしてやります。2番グリッドは藤田エンジニアリングの6型 FD。 峠最強伝説でおなじみのこのマシンは筑波0秒前半の実力。ドライバーは ARTA の秘密兵器、初登場金石勝友。こんにちは、新人の金石勝友です。よろしくお願いします。今日はなんか藤田さんに優勝だけしてくれればいいからって軽く言われちゃったんで、かなり引きつってます。頑張りますので応援よろしくお願いします。土屋さんには絶対負けません。3番グリッドにはファンスピード FD を張る伊藤大輔がつける。行くぞー。この車結構調子いいから、もうスタッキみたいに負けへん。なんか後ろに土屋さんいるけども、ちょっとブロックしちゃおうかな。4番グリッドにつけたのはボスのランエボ7。ハイパワーなエンジンと四駆のトラクションで筑波1分0秒台の実力。担当ドライバー谷口信鶴はスタートにかける。そのスタートがダメだったらちょっとこのコーナーコースで抜いていくのは厳しいんじゃないでしょうか。まあやってみます。そしてグリッド最後尾からはおなじみ夢工房 FD。 エンジンはブーストアップとして標準的ながら、足回りの仕上がりは誰もが知るところ。担当ドライバーはもちろんドリドリ。せっかく一生懸命ベストラップを出したのに逆ポールにされてしまった。ここは一発いいところを見せて全部抜いてやる。今回バトルはローリングスタート。 GT ドライバー相手にこの人不安そう。カム入っているんですよ。ということはしかもローリングですよ。お？何かが起きる。さあそれでは FD バトルの始まりです。結構緊張するなこれ。うわ、土屋さんうまいこと後ろでタイミング見計らってる。シグナルが消え、いよいよバトルスタート。よっしゃ、いただき、いただき、いただき、ごめんね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 。一夜までに次々と抜かれてしまったランダー。どうしたの？つけなかったよ、今また。行って。なんか危ない、これ。スタートを決めたドリドリは早くもトップの伊藤選手をロックオン。本攻撃あない。このまま前行かせるとやばい。すげえバランスいいこの車。トップ3台加速勝負。結構土屋さんの車速いな。ブーストアップ勝負変わりません。この野郎、監督に向かってなんだお前。最終コーナーで伊藤選手がアウトから仕掛ける。ダンサーも来てる。谷口ランエボが加速で並びかける。インフィールドの立ち上がりは四駆のランサーが有利。谷口は早く伊藤選手を抜いてドリドリに追いつきたいところ。ランサーには負けれない。まずい、夢工房は逃げる。コーナリングは FD が速いけど脱出はランサーが速い。やばー、シフトミスした。スピードの鈍った月に谷口がインを奪う。よし、いただき。こちらもチーム ARTA の金石選手、揃ってシフトミス。グーグーグー、ムカつく。ランダーはやっぱりトラブルのようです。ダメ、おかしいよ、壊れちゃったのこれ。寂しいんじゃないの。ランダーのリタイアをよそにトップを快走するドリドリの後ろは激しいバトル。ああ悔しい。
おお、秀でてる秀でてる。煙幕作戦。これラジエーター駅かなんか駅が出てるな。いいのかな。水温壁。火事や火事。このランサー火事。でけえこれ。やばくねこれ。水温壁なんだけど。やめていこうかな。なんかオイル、オイル撒き散らしてるわ、あのランサー。見てこの油。あ、谷口選手、ピットインの模様です、ピットインの模様。ランサーはオイル入れすぎによるレベルゲージ抜けでリタイア。これで FD 同士のバトルになった。ちくしょう、土屋さんに離された。コーナリングすごいな、ここの FD。自分のチームのドライバー2人には絶対に負けたくない。ドリドリは完全無言の本気走り。オイルが出ていようが関係なし。この人ほんと熱い人です。ランサーのオイルを浴びた伊藤選手もベストラップで猛追するが、コースがオイルだらけ。すごい滑る。コース用にオイルがまかれ、これ以上のバトルは危険と判断し、ここでバトル終了。これによりバトルはドリドリの夢工房 FD の勝利。さあ、とっても素敵なバトルが終わりましたけれども、やっぱり僕はもう1年乗ることにしました。ということで、はい、終わってみれば FD123 ですね。やっぱね、FD はいい。速さも信頼性も。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。あのね、後ろから見てたんですよ、FD と。そしたらね、やっぱコーナリング旋回速度は FD がやっぱ速いんですよ。速いよね。でも、ランサーはクリップの先の立ち上がりのトラクションのところだけやっぱピュッと打つんですけど、最終コーナーとかやっぱり FD にピュッと離されちゃいますね。やっぱ四駆はね。で、ブーストアップ同士だったじゃないですか。で、これにはね、僕こうだったんですよ、あのボスのランサーで。大輔の方が速いんだよ。はい、あの赤いのはですね、ちょっと離されていく。速いから油断してたらシフトミスしちゃって、ランサーに抜かれちゃいました。だけど、ただのブーストアップしようとさ、やっぱこんな違うんだな、速さが。違いますね。なあ、みんなノーマルタービンで、でどこまで速くなるかってやってたんだけど、大輔の方が、ね、一番速いじゃん。速い。だからスタートで一番前に出れたんだ。な、だけどおちょこちょいだから、僕の車もでもすごいスムーズで乗りやすかったです。ビッと僕もスタート全開だったんですよね。お前スタートの時いたな。いた。また壊したの。いやいやいや、ガソリンが足りなかったみたいですよ。どうも。お金が足りなかった。お金がということで、やっぱ FD はね、面白い、はい、ちょっとライトチューン、ライトチューン、ライトチューン、ライトチューンだけで、ライトチューンだけで、うん、これだけね、気持ちよくない、はい、これでタービンなんかつけちゃったらどうなんだろうな、タービンやって、追加インジェクターやって、次の企画はそれでいこうか、はい、やりますか、うん、グルチューン7、はいはい、金石勝復讐バトル。君たちね、2回僕に負けたらもうドライバー下ろすよ、今年。いいっすよ。俺乗るよ。いいっすよ。もう金石勝悲しい顔しますよ。さあ、ということで、はい、ライトチューンの FD は楽しいぞと、こういう感じになりましたけどね。ザマミの FD やっつけたね、4区を、はい、4区全滅、全滅、全滅、はい、やったやった、万歳我々ベースを提供する側ととってはね、ポテンシャルをもっと上げるというのをチューンのショップ屋さんがやってくれてるというのは、ね、非常に嬉しく思いましたね。 FD は終わりましたけども、次もこういったことがやっていただけるようなね、セブンをぜひ開発したいというふうに思います。ありがとうございました。今回のホットバージョン RX7 大特集いかがだったでしょうか。まあ改めてね、こうやって RX7 乗ってみますと、本当にスポーツカーなんだな、ビュアスポーツカーなんだなっていうものを、我々がね十分に感じてくる、そういったスピリットをね感じる車ですよね。そういうものがだんだんこの世の中から消えていく、まあ僕らにとっては非常に寂しいことなんですけれども、やっぱりこう今の時代、4ドアだとかミニバンだとかそういった方向に行っちゃうのかな。ただやっぱりマツダにはこんなに素晴らしい車を作れる技術がある、それをね忘れないでほしいなと思います。またこう
いつの日か RX7 が復活してくれるのを待って、我々はそれまでね、スポーツカーをずっと応援していきたいなと思います。